まずじゃあこちらのモデルさんからなんですけど、彼女は目幅が結構狭いタイプのお顔立ちなので、あの髪をですね、この広げるようにフォルムをこう外側に広げて、で顔周りのこめかみの髪も全部リバースに巻いて外側に広げるようなあのヘアスタイルのシルエットにしています。で前髪もこう厚めでこう眉毛の間とかにしちゃうとちょっとやっぱ真ん中に寄ってしまうので、外側に広がるようなイメージで若干こう放射状にこう前髪が徐々に外側に目線がいくような風に前髪のデザインをしています。シルエットもやや外に広がるようにひし形なんですけど、その一番長いところをつなぐとちょっと三角形っぽくなるみたいな、なんかひし形よりはちょっとこう台形みたいなひし形みたいなイメージですね。外があんまりこうギュッてこう中に絞られてないイメージでやることによって髪型も外側に広がって見えます。でメイクなんですけれども、ですね、目がやっぱりこう球心的な方なので、シャドウを外にグラデーションするように入れていて、アイラインもやや目尻の方が強めになるように引いてます。でそうすることによってやや外側にこう広がって見えやすいんで、メイクとヘアで合わせて外に見えるようにしています。はい。で次はこちらのモデルさんなんですけど、彼女は目幅がちょっとしっかりあるタイプの遠心顔の、モデルさんなんですけど、このビフォアで見ていただくと分かりやすいんですけど、髪がやっぱこう毛先がすごい細い感じになると、どっちかというと顎もシャープなんで、こう髪の毛なんかこう鉢回りがこう広がって見えて、より遠心的に見えてしまうので、この外側の部分をちょっと襟足の方は広げてあげて、で顔周りはストレートなんですけど、彼女の場合なんて言ったんですかね、この顎の周りのところが顎とか頬周りをタイトにしすぎると顎がシャープなんで、ちょっと顔がなんかここは抑えたいんだけどここも抑えちゃうとなんかこう幸薄い感じの顔になっちゃうんで、そうならないように頬周りは空間を空けて、こめかみは締めて、で目と目の間には前髪を下ろすことによってちょっと目幅をこう縮めるみたいなイメージでやってます。はい。でメイクは外側に行きやすいお顔立ちなので、目頭のところにちょっとインラインというかラインをちょっとしっかりめに目頭に入れて、で目頭から目尻にかけてだんだんグラデーションになるように、目頭が濃くて目尻が薄くなるようなイメージで、シャドウを入れています。で眉毛も、同様でやや目頭が強くなるようなイメージで眉毛を描いています。で次のモデルさんはこちらで、この方は目幅が、狭い球心顔の、モデルさんで、目幅も狭いし、そのこの顔幅もシャープというか細めの方なんですけど、こちらの方はやっぱこのここの幅が狭くて細いので、どうしてもちょっとこう乏しいというか、なんかこう幸薄げに見えがちなので、髪でサイドに広げることによってちょっとボリューム感と全体的にふっくらした印象に見えるようにしつつ、
雨幅が広くなるように全体的に外側に向けてリバースにカールをつけています。でメイクも目尻のラインをしっかり、さっきのその目幅が狭いモデルさんは平行気味に入っていたんですけれども、今回のモデルさんは目の形がちょっとラウンドしていて目尻が若干下がってるんで、その目尻を跳ね上げることによって目がこう下がって外に見えるんじゃなくて、やや上がり気味に目幅がこう離れるようなイメージでメイクしています。で眉毛もこの目尻よりもやや外側になるように広げています。で彼女の場合顔幅がやっぱどうしてもタイトというかこうシャープなんで、あんまり眉毛広げすぎるとこう側面に出ちゃうんで、それだとこう正面から見た時にあんまり綺麗ではないので、そこのバランスをとってやらせていただいています。で、次のモデルさんは、目幅が広い、遠心的なお顔立ちのモデルさんなんですけど、どっちかっていうと頬骨がこうしっかりあって、でここのなんか顔全体はちっちゃいんですけど、どっちかっていうとここの顔の形が目がこう広がり気味で、こめかみのところはどうしてもちょっと広いタイプのお顔立ちなので、顔周りはちょっと内巻きに持ってきてこうフォワードにこうカール感が来るように、で前髪もかき上げるっていうよりはなんとなく斜めに下ろし流すみたいな感じのイメージにすることによって、目幅が狭くなって頬幅もこの頬骨の部分もカバーしつつ、顔周りがタイトになるようにしています。でそうすることによって、お顔の形がちょっとこう小さくなって目幅がちょっと寄って見えるというか、で、顎周りが若干ちょっとやっぱりこう見ていただくとこういうちょっとしっかりした顔立ちというか、ちょっとベースっぽい形なので、若干こうこのままだとこのビフォアの写真だとこう三角形の感じなんですけど、やっぱここに若干こうくびれさせた方がこう顎周りがシャープに見えやすくなるんで、そういう感じにしています。でメイクは、この目幅が寄るように目尻から、目頭から目尻にかけて徐々に、シャドウが薄くなる、 目頭が濃くて目尻が薄くなるようにしていて、で眉毛も目頭よりやや内に入れるイメージで、ノーズシャドウも入れてこの目をちょっと近づけるようなイメージでメイクしています。で鼻筋もちょっとしっかりすることで近くに近づいて見えるので、薄くこの鼻筋にハイライトを入れています。はい、という感じでしょうか。ありがとうございます。